こちら苦手レスキュー999。虫が苦手、動物が苦手、はたまた人間関係が苦手。この番組は苦手レスキュー隊員のケイタニーが地元静岡の皆さんの苦手をレスキューするラジオプログラムです。合言葉は読み取る、聞き取る、受け止める。苦手レスキュー999。静岡の皆さん、こんにちは。ケイタニーです。本日もたくさんの苦手の SOS が届いています。早速苦手を紹介する前に、本日のスペシャルゲストを紹介したいと思います。苦手スポーツ界伝説の実況アナウンサー、実況一郎さんです。どうぞ。決まった、オーバーヘッド、同点、追いつきました。静岡県東海3県昇格へ、執念の1点。静岡県東海3県リーグ昇格をかけた運命の試合、挑戦者の静岡県、悲願だった東海3県の称号まであと一歩となりました。長かった、あまりに長かった。静岡、今夜歴史を塗り替えるか。それでは本日の苦手を紹介したいと思います。湖西市にお住まいのラジオネーム、天浜線大好きっ子さんの苦手です。僕はヘルメットが苦手です。毎日ヘルメットをかぶって小学校に歩いて通っています。夏はヘルメットをかぶっているだけで頭の中が熱くなって、学校に行くだけで疲れます。このままではヘルメットが嫌いになりそうです。どうしたらいいですか。というわけで本日の苦手はヘルメット通学が苦手。その苦手しっかり受け止めました。実際ヘルメットはどんな気持ちでいるのでしょうか。僕と実況一郎さんが通学中のヘルメットの心の声を聞いてきました。それではヘルメットに代わって実況していただきます。実況一郎、世界カキフライ級タイトルマッチ。さあ、ついに最終ラウンドのゴングが鳴りました。世界カキフライ級タイトルマッチ、会場の頭の上ヘルメットドームは異様な熱気に包まれています。チャンピオンを決めるこの一戦、挑戦者の浜名湖、ものすごい歓声です。地響きのような浜名湖コール、なんだこの熱気は。熱気でもはや前が見えない。ヘルメットドームの熱気、熱気がすごい。ヘルメットの熱気がすごい。熱気、熱気、熱気が湯気になっている。どこまで行くこの熱気、伝説の熱気。というわけでヘルメットは実は頭の上にあるドーム球場だったのですね。毎日会場の熱気で頭の中が熱くなってしまうことが分かりました。ヘルメットもいろいろ大変なんですね。ヒートアップしてきたと思ったら時々空気を入れ替えたりして試合の行方を見守りたいですね。それではそろそろお別れの時間となりました。今日もお付き合いいただきありがとうございます。読み取る、聞き取る、受け止める、苦手レスキュー999。また来週のこの時間にお会いしましょう。トリプル